何？焼いた。これぐらい。これ刺して。扇風機ついてる？うん、ついてる。運動して。俺たちってさ、うん、こうやってさ、家系のなんかやったらさ、傷が深まりそうじゃない？わかる？傷が深まってないの？でも、なんかもっと深まるくない？こういう鉄板でお好み焼きとか、例えばたこ焼きとかね、たこ焼きとか、もうほのぼの配信しよう。あとなんだろうね、こういう鉄板、あと何、じゃあもう決めた、もうお前のアカウントでも一緒に生活したい。え、それがいいよ。何それ、脱税対策？脱税対策じゃない、脱税対策ですか？ YouTube、ね、YouTube とかもそうだけど、もう一つのアカウントでやっていかないとダメだよ、うん。え、なんで眉のアカウントなの？ヨガのアカウントでもいいけど、脱税対策？ヨガのアカウントでもいいよ。え、みんなどう思う？なんかで、この前もね、あの一つのアカウントって言って、あの眉のアカウントを結構押すわけ。お前が配信頑張りたそうだからじゃん。俺はもう頑張ってきた。え、別にいいんだよ。で、それでむしろ俺が、そういうのないでしょ。いや、むしろ俺が、うん、あの別に切って全部ゼロワンの枠でいいんだよ俺。あ、そうなの、うん、一緒にで、それ出演料払えばいいの？そう。いくら？30分いくら？まあ給料だから、例えば、月の会社にして社員みたいに払えばいい。月の給料を、うん、まあ、100万だとしたら。100万も無理だよ。で、100万給料だとしたら、まあ80万とか。なんでそんな割合高いの？ほら、無理なんだよ、そういうのが。え、嘘嘘、いいよ別に、全然安くていいよ。じゃあ決めた、来月、うん、一人でやればいいって。自分の前の力試してみよう。どういうこと？離れて、うん、だから二人で配信やらずに、うん、でもさ、二人で配信してること少なくない？まあそうだね、うん、一回チャレンジしたら。どういうこと？俺一人で喋っててよくない？基本。まあまあそうだけど、うん、完全にそのどっかでやる、一人で。で、俺もまあぼちぼちやる。ちなみに、もうあの今のところだけど、あの俺さ、あれなんだよね。家で配信禁止された同居人に。共同でやった方がいい。よくない？うん、いいよ。って思うけど。みんなどう思う？だからどっちが一歩引くか、俺が一歩引いた方がいい。俺が引くよ。いや、お前無理。俺引くってば。いや、俺が引いた方がいい。俺が引く。俺の方がまだ柔軟性あると思う。俺が引く。みんなどっちが引いた方がいい？俺が引いた方がいいでしょ、それはもちろん。いや、前の方が輝く。いや、そんなことないって。って思うね、俺は。ゼロワンの方が輝いてるよ。いや、眉、俺が一歩引いた方がいいと思う。いや、いいって。俺が一歩引くよ。みんな、俺が引いた方がいいと思う。で、政治みたいにはならないわ。うん、ちゃんと数字も取るから、大丈夫。ありがとう配信もしない。いや、俺が引くよ。うん？いや、眉やってほしいし。俺ゼロワンやってほしいんだよ。俺見る方が好きだからね、正直。俺見てる方が好きなんだ、やっぱリスナー長いからね。早くやって。いや、ご飯だけじゃないんだ。ご飯が、だってもう別々にやる楽じゃん、常に前の、これ楽だもん。前の自分が楽したいってこと？楽っつうか、自分の放送も考えなきゃいけない。だからいいんだよ。とかなったら大変じゃん。ゼロワンさんからありがとうね。ありがとう。ありがとうございます。
いいんだよ。前はじゃあもうあのやめて。違うんだって。ゼロワンカラオケとか武器じゃん。だから俺が一歩引いてプロデュースに回った方がいいんだって。いやそんなことないよ。ちょっとさ、何？休もうとしてない？休もうとしてないよ。なんかちょっとさ、違う違う。お前を一番にさせたいんだよ。なんかこんな配信者で。なんか分かってきた魂胆が。楽したいわけじゃないって。そうそうそう。プロデュースして、休もうとしてないよ、うん、でその問いは政治の真似とかをその前からやってるんだよ俺。来るでもプロデュースだから、うん、前も言ってたんだけど俺の方が早くやってるんだ。なんか眉の配信が基本で俺は何も喋らないって言ってたの、ゼロ番がね。でこういう高校はこうした方がいいよっていうので、で取り分は折半らしい。プロデュース好きなんだもん。これどうなのそれ。まゆがもうずっと配信やって、で一言も喋んない。一言喋らないわ。喋るけどスケジュールを組んで朝8時から夜8時まで12時間で、まあ、分からんけどスケジュール組みますよ、うん、で放送内容も全部考える。でプロデュース好きでも全部破滅に導いてない。なんか導かねえよ、今までお前導かれてないだろ。あの過去のね、みんな伸びてる。伸びてる。あるちゃんとか。ね？あれ配信やる気ないじゃん。それ以外みんな伸びてる。伸びてるの？伸びてるよ。うん、みんな知名度増えてる。バッチの中で。あ、そう。そりゃそうですよ。お腹すいたね。うん。まだご飯。やっぱ野菜ってうまいよな。野菜から焼く？まず、うん、油でこれでも味がついてるからやめる。いい塩系いいの。豚の油で焼くの。え、でもお肉と食べたい。やっぱあご飯とだからちょっと油引くわ、うん、火ついてないやんけ。何だこれ。この油でなじませる。おいしそう。お前らさ、朝から文句ばかりで疲れないの？平日から。もう焼肉楽しく食べようよ。浮気しないゼロワンなんてつまらない。あのさ、女を傷つけて楽しむスタイルもうやめよう。ね、うん。炊けたで。炊けた？うん。じゃあ食べよう。うん。うん。あ、まやちゃんかわいい。ここから来たよ。あ、ありがとう。ありがとうね。なんかさ、俺まゆのリスナーがさ、なんかまゆのことを叩いてる配信者に対して、うん、なんか。注意したらなんか米版になったらしくてさ、でなんかゼロワンに長文で LINE 来てて、ちょっと当分なんかコメントできなくなるんで、まゆちゃん心配するんで言っといてくださいみたいな。あ、そんなこと言ってたんだって思って。まゆのさ、あのリスナー用の LINE あんじゃん、開いたらさ誰にも LINE 来てないんだよね。なんで俺に LINE しないのそれ。なんでゼロワンに伝える。俺を立ててくれたんじゃないの、うん、それかうち、もともとうちのリスナーで前が好きパターンもあるしね、うん、あ、そうなの。で、お前こっち今日は自分のもの焼肉だから、うん、じゃあ俺これ、俺のこっちの人生入ってこない、うんうん、分かった。いや、これ触んないでね、うん、より自分のしか、うん、自分の食べたいやつだけ焼いて、うん、分かった。あ、それ俺、何？ソーセージは、うん、ソーセージは、食
したら自分のペースで食べれるじゃん。うん、何本いる？一個取りま。ちょこそいらん？なんか。いいよ。ちょっと勢いだね。うん。勢いぐらいいいから。野菜が焦げてまで。うわー、うまそう。美味しそうだね。うん。これもういいんじゃない、感じよ。いけるよ。うん。うん。乗せてくれもらえない。うまそう。いただきます。うん、おいしい。うん、もうエネルギーなんかあんのかな。うん、おいしいよ。うそ。うん、水っぽいな。うん、うん、味付いてた。うん、ね、うん、おいしいね。うん、おろらかい。うん、うん、ここまで3、3件良かったね。うん、何するうん、うまっ。よいいよ、食べな。いいよ、食べな。いいよ、食べな。いいよ、いいよ、食べな。食べな。食べなよ。いい、やっぱ奪うのやつは。いい、いい、食べな。いい、いい、食べ、食べて。おい、やったらいい。いいよ、食べな。おいしい、カルビ、やば。柔らかい。うん、おいしいね。うん、ビール飲みたいな。どうだ。うん、溶けてる。あ、そう。おいしい。これね、しいたけ好きじゃないな。そう、そう。うまい。うまい。カルシウム、うまいな。触んないでって言ったじゃん。狭くない？あ、もうこれいけるな。じゃあ新しいアスパラで。うん、バルって。こっちの方が忙しくなくて、うん、楽しい。ね。うん。うまかった、カルビ。あ、おいしいよ。あ、野菜うまいね。うん、やわらかい香り。あれ、俺ナス焼かなかった、うん、ナス焼く。うん、でかいな、ナスが。いちいち、ね、何やってんの。いや、ナスがでかいから、ちょっと我慢して。ごめん。最初食べな。うん、美味しいな、山椒。あった。結構これいい山椒だよ。ね。これ山椒の選び方って、この刺しがあるやつ選ばないとダメ。スーパーでも、うん、真っ赤なやつもあるけど同じ値段なんだよ。下手な人は硬いやつ選んだ。で、この刺しのやつは根元。根元がうまいから。スーパーは結構目利きいるね。目利きが。すごい脂。テロワン美食家だもんね。うん。知らないとポンポン。お肉おいしいね。うまい。うん。知らないとポンポン。
うまかったよ。もうハラミ柔らかった。うん、うん、あ、俺どっち食ってたんだ。この辺とかわからんっていうぐらいだ。お肉全部おいしいね。うん、うん、ビゲ焼肉ってなんかおいしく感じるんで、うん、うん、安心してない。うん、うまっ。うん、柔らかい。うん、白ワン。うん、ピクニックしよっか。どうすんの、ハニーちゃん。ハニーはちょっと熱くて無理だと思う。お留守番になるじゃん。ちょっと、うん、焦げてないね。1個だけ焼いたの？うん。でも、氷も好きや。弱いけどね、やめてほしいな、もうそろそろ。ね、ん？弱いけどね、やめてほしい。なんて呼んでほしいの？普段から弱い。最近つけてなくてもゼロワンだもん。なんて呼んでほしいだ。普通にありがとう。バブちゃんとか、まあ、バブちゃんとか、こうちゃんが嬉しいけど、それかまあこうタン食ってる。ん？人のターン。え？人のターン食べてる。食べてないの？そうなの。これずっと焼いた時にどう食べられる？ん？これ食べないよね。